はい、えー、今度はですね数研出版の NEXT 数学1のですね、えー、87ページ2次関数の方に入って練習問題ちょっとね、えー、解説していこうかなと思います。うん、で2次関数ね、えー、まあ一番最初にこうみんなこう難しいって言い始める単元ではあるので是非ね ここを全部クリアしてもらえたらなぁとは思います、うん。じゃあやってきましょうかね。うん。で、どんな問題かっていうと、えー、2次関数、えー、fx イコール x の事乗マイナス 2x プラス1において次の値を求めようという問題ですね。これはまあ単純にこの3をここにね、代入してもらえればいいかなと思うんですね。 で、このまま代入してもらっても構わないですし、これね、たまたま因数分解できる、こういう形でね、因数分解できるんで、これでね、計算してった方が早いなと思うので、まあ3入れるとね、3-1で2で2の2乗なんで4になりますよね。このまま代入してやっても構わないですよ。うん。で、マイナス1でマイナス2なんで、これも4になりますよね。うん。で、こっからはね、これ下にやっても一緒なんで、 えー、マイナス A なんで、ここにね、代入してもらってやっていけばいいので、そうするとこれ、A の2乗ですね。で、マイナスがプラスの 2A プラス1と。うん。で、えー、次に、えー、A プラス1を代入する。この場合はね、こっちに行くよりもこっちでやった方が早いので、A の2乗っていうふうになりますよね。まあ、こんな感じで都合よく、うん、形変えてね、計算していくと、 早くねできるかなとは思います。うん。で、えー、次いきますね。うん。次が八十八ページですね。底辺が四センチ、高さがええー、っと x センチの三角形の面積を y 平方センチメートルうんとすると、ただし 高さは4センチ以上であるとすると、y を x の式で表せと言ってるわけですよね。まあ、これ底辺かける高さかける二分の一なんで、y イコール二 x っていう風になりますよね。うん。で、えー、定義域が x が4以上だって言ってるので、まあ四、えー、というのをつけてあげればいいかなと。まあ、書き方の練習っていうんですかね。まあ、そんな感じですね。 うん、で、えー、次が練習3になりますね。で練習3は、えー、何をやるかっていうと、えー、次の点はどの証言にあるか、まあ、第1証言第2証言第3証言第4証言というふうに、まあ、言うのわけですよね。 そうすると、これはまあ、xy の政府で見ていけばいいですよね。両方とも正だから、ここなんで、第一証言になりますよね。うん、第一、えぇ、ー、証言と。うん、まあ、これはもう全然難しくないですよね。で、x が正で、えー、y が負だって言っては、これ第四になりますよね。ここになるんでね。うん、第四、証言と。 ねで、今度は X が負で Y が正だからここですよね。第2になりますよね。うん。第2、証言と。うん。うん。で、えー、全部負なんでここですよね。第3になりますね。第3、証言と。まあ。 これはね知識の確認みたいな感じなんでさらっとやって次行きましょう、うん、はい、えー、今度はですね90ページの練習4になりますねで練習4はどんな問題かっていうと次の関数のグラフを書き関数の地域を求めよまた、えー、関数の最大値最小値を求めよということですね まあこれもね、えー、グラフ、まあ一次関数のグラフなんでね、両方とも、まあすぐにかけちゃうかなと。で、えー、っと、まあこんな感じで引いてもらって、ここがマイナス2になりますよね、切片ですから。で、ここが3分の2。で、まあここら辺に、えー、3を取ってもらって、で、これがあ7になりますよね。うん。そうすると、y の地域って、 っていうのはマイナス二以上七以下っていうふうになりますよね。で、えー、最大値最大値は七でその時の x が三で、えー、最小値これ最小値はまあマイナス二になりますよね。その時の x がゼロになりますよね。うん。 で次ですね。えー、今度は y、y コールマイナス2なんで、こういう形になりますよね。で、切片が4になるよと言っているわけですね。うん。あ、ちょ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 ,ちょ,ちょっと失敗したかな <laughs>。で、えー、っと、まあ、ここを、切片が4で、まあ、ここが2ですかね。で、えー、っと、 うん、で、まあ、ここら辺に2を作ってですね、マイナス2を作って、で、ここが8になりますかね。で、えー、地域の方は、えー、0以上、8以下っていうふうになりますかね。うん、で、えー、最大値。 最大8その時の x がマイナス二で、えー、最小値0でその時の x がゼロじゃないとか言って0っと書てったえっ、ー、と二ですねすいませんえー、2というふうにまあできてればいいかなと思いますねうんでお次えー、練習後の方ですね 練習後は、まあちょっとね、えー、教科書の方綺麗なグラフが載ってるので、まあそれ見ながらでもいいです。えー、関数 y イコール fx で定義域がマイナス1以上4以下のグラフが右の図のようになるとき、えー、この関数の最大値最小値を求めようと。まあこれはここですよね。x があーマイナス1のとき、x イコールマイナス1の 時最小値ですよね。最小値、これマイナス2ですよね。うんでえ。で、次、x イコール3のときですね。3のとき、最大値。これも読み取りですね。3になりますよね。うん。まあ、こんな感じでいいかなと思いますね。 ここら辺もうちょっといっちゃいましょうか。できるだけね。えー、練習6はどんな問題かっていうと、92ページですね。次の2次関数のグラフをかけ、またその放物線は、えー、上に凸下に凸のどちらであるかっていう問題になってますね。うん これはまあえー、まああええこれもね、ざっくりええー、書いてもらえればいいかなとは思うので、ざっくり書いていきましょう。うん。で、ええー、と、こういう風になってですね。で、ええー、と、これが、うん。うん。で、まあ、とりあえず、 1>, あいけない1とマイナス1ぐらいは書こうねというぐらいなもんで1のマイナー1のでここが3ですね、うん、でこれは、えー、下に凸ですよね下に凸と、うん、で次ですね次はちょっとわざとこういうふうにして まあこんな感じですかねうんちょっとうん、マイナー1の一でマイナ三、うんえー、うん。でえ上に凸うんでえ次が三分の一なのでえー まあ一応こんな感じでちょっとひ開き目っていうんですかね、うん、で、えー、マイナス1の1でこれ3分の1になりますよねで、えー、下に凸っていうふうにまあかければいいのかなと思いますね、うん、ちょっとね長くなったんでここで一旦切って で、またね、この後のグラフ、まあ、グラフ書く練習なんですけどね、ここからはね、えー、それをちょこちょことやっていこうかなと思います、えー。以上で解説を終わりにします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると、次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。